シンデレラボーイレジオ。はい、動画撮ります。シュートです。皆さん TikTok ってインストールしてますか？してます。このご時世に TikTok インストールしてねえやついる？いねえよなぁ。ってことで、皆さんね、してると思うんですよ。TikTok インストール。なんか、宿題やろうかなとか、勉強しないとなっていう時に、5分だけ TikTok 見るかって言って TikTok 開くじゃないですか。そしたら、なんか、5分だけ見てるつもりが、いつの間にか3時間ぐらい経ってたりとかするじゃないですか。あれ？俺、タイムリープしてる？みたいな感じになることあるよね。ある。ね。いや、めちゃくちゃある。皆さんもそんな感じにきっとなってるはずなんですよ。ちなみになんですけど、皆さんは好きな TikToker さんとかっていらっしゃいますか？皆さんね、もう、俺のことが好きってことでありがとうございます。絶対にニヤついてはいけない TikTok ということで、今回は絶対にニヤついてはいけない TikTok をやりたいんですけど、マジで今回は笑いません。俺は本当に笑わない自信があるんですよ。 TikTok を見てても笑わせてほしくて、誰かに。だからね、今回は友達にね、面白いと思う動画を10個ぐらい、まあ、厳選して、ちょっと持ってきてくんねみたいな言ったんですよ。その動画を見て僕が笑うたびに、そいつにお金を払っていこうかなみたいな。えおもちゃぞ。面白くなかったら今日の報酬ゼロ。ここまで来てくれたけど、俺の家まで来てくれたけど、その交通費すらゼロ。そしたらもうローキーに行くわ。1回の動画で笑うたびに、じゃあ500円罰金します。最大5000円。そうだから10個笑ったら俺、僕5000円なんですよ。この撮影が大体まあ1時間ぐらい撮るとしたら、1時間で5000円稼げるからね。今回ニヤつくだけでもダメ。マジでハード審定、審定っつか審査。まあ言ってしまえば、なんだろうこれって、やっていこう。はい、ってことでやっていこうと思います。自信はありますか？3年探し続けたから。3年も探してたの？そうです。この企画が来るかと思って。そう。目標金額はいくらですか？5000円でしょ。5000円全部合わせるってこと？当たり前じゃん。もう一発目からフルスロットルでやる。マジで人生かかってるって思う。じゃあね、そういうことで、1本目いきましょう。おは？ダメだ、これは。これやばいでしょ。かわいい。そうなんだよ。お前これずるい、普通に。見入っちゃってるやん。かわいい。最後のやばくない？え、バスターで。かわいい。いやでもあれはしゃあない。俺はもう、これはもう正直に無理。異論はない。2本目お願いします。シュートがね、面白で笑わないの知ってるから。でもこのサムネっていうか、もうセーフでしょ。危なかった。このまま終わるはずがないと思ったもん。マジで危なかった。じゃあ3本目いきましょう。お前あれかも、渡した瞬間に終わるかもしれない。いや俺なんかでも入った、ゾーン入った。あ、じゃあ今渡して笑ったら、お前それもうこれ渡した時からもうね、ハードモードでいこう。渡して笑ってもうダメ。再生し、いや危ない、危ないですか、危ないです。おい、さあ疲れてますよ。おい、安全を守るのか守らないのかい、どっちなんだい。守る。パー。え、次です。違う、これ筋肉が面白いんじゃない、これ。こいつ、こいつ腹立つわ、なんか。まあ、筋肉ごとくでね、笑わせるなんていうのはね、まだまだ。これ俺何が面白いのって思ってたらさ、じゃあ4本目いってみよう。うん、なるほど。はい。えい、えい、えい。痛くない、僕の睾丸ここ。いやー、えい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 。おー、筋肉2連発。筋肉2連発は危なかったね。2連発いけるかなと思ったんだけど、最初が一番面白かった。危ねー。セーフ。5本目いってみよう。なるほどね。めっちゃ笑ってるやん。あ、想像しちゃった。思い出した。 OK。 Cause you had a bad day。釣り竿のやつ意味わかんねえもん。なんで、何が。
リピートしてるとどんどん面白くなってくる。なんか考察したい自分の中で。そうそう、何があったのかなって深く考えてるとダメだこれ。そう、あーくそ、これ悔しい。3000いいねのやつで笑うとは思わなかった。やばい、この今半分だよね。ってことはこの調子でいくと3000円取られる。大変だったもん、俺マジで考えろ。いやだからこのね、状況がすでに面白いんや。笑ってはいけないよね。そう、笑っていけないって思うと笑っちゃうよな。6本目いきます。ガチで笑わない。真ん中の兵隊がじわるわら。さっきまでの俺なら笑にやついてたと思う。そう、ちょっとレベル上げてきたから。あの兵隊さんすごいね。プロ意識は、プロ意識すごい高い。7本目いってみよう。48-9福見智子女子48kg級代表選手は福見智子、57kg級松本香里63kg 級上野義恵、続きまして男子 60kg 級の発表をお願いいたします。はい、 60kg 級平岡、男子 60kg 級平岡博明。続きまして男子66kg 級だ。笑ってるやんこの人たち。進行のさ、司会の人がちゃんとさ言い直すのがおもろいじゃん。テロップ打つなや。いやこれはね、これやばいでしょ。ボディ連打されてる感じするよ。でもさ、すごいね、俺が見たことないであろうやつを探し出して聞けるね。そう、では8本目いきましょう。本日のテーマは、おい森、森がいるの？森を探してるの？森、いた？森、森さん、見つかった？カマキリの死体あるよ。うそや、カマキリの死体があるの？さあ、それってさ、もしかしてさ、カマキリの死体っていうことはさ、カマキリの死体っていうことじゃないのかい？どこ？生きた、生きたよ。カマキリの死体、どこ？こっち来いって言ってるってことはさ、そのさ、カマキリの死体を見つけたやつがさ、隊長だ。はい、さあというわけで本日の、もうギリセーブでしょ。俺ら、あれが一番好きで、カマキリの死体見つけたやつが隊長だ。隊長だ。10本中3本筋肉いるのどうかなと思ったんだよ。いやでもね、2本目の時は、あ、筋肉くんかって思って、3本目は来ないって思ったから最初やばかったもん。じゃあ次はちょっとね、テイストを変えた感じで9本目いきまーす。ポチ。 YouTube を始めたが、どうしても背景と同化してしまうピッコロ。これめっちゃ好きよ。あの、すごいよ、もうすごいことになってるから、あいつも気づけ。後ろにな、グリーンバッグを変えた。はい、見ていきましょう。本日のテーマ、1000億回再生。うん、あれ、ごめんなさい、タイトルがこれまず面白い。タイトルの時点でもう絵が想像できるからさ。やばい、くるくるくるって。絵がうまい、絵もうまいし、送る側のセンスもあるし、センスある。あ、次最後か。今5本は乗っちゃってる。最後は耐えたい。まあ探すとか含め、まあ1時間ちょいだとしたら、その時間で3000円稼げられたらさ、だってそんなもう高時給の危ないバイトとかと一緒ですからね。それだけは避けていきましょう。ラストお願いします。パン。これが面白かったらここじゃない。いいねの数が785ってことに俺は思った。なんでだよ。最後にこれを持ってきたお前がおかしい。取り組み下手すぎて危険な動画になってんの。最初と最後ちょっとずるかったわ、なんか。最初までさ、バッサーってさ、あれでにやけないわけないじゃん。でしょ？あんなににやけなかったら男じゃないじゃん。そうでしょ？俺、にやけなかったら言おうと思ったもん、俺。悔いない、あれに関しては。最後のやつが俺すごい腹立つ。はい、ということで、3000円ですね。3000円、罰金です。この3000円、何に使いたいですか？まあ、焼肉だね。わかった。じゃあ。焼肉食べ行こう。OK。で、もし僕の YouTube 始めてみた方いらっしゃったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあ次の動画もぜひ見てね。バイバイ。てなてめえ。